そうですね、はい、ずっと言い続けてるんですけど、ね、お子さんが大きくなられました。3歳になりました。3歳。そろそろ3歳だとね、ちょっとだけ経理もどうですか、なんとなく、まあまあ分かってるんちゃいます、多分、はい、なんとなくパパが走ってる感じは、ね、はい、してる。まあピンクが好きなんでいつも8番を応援するんですけど、朝違う、朝違うんですよ。テレビの前では8番を応援するんですよ。誰を応援してる、明日は吉原さん、吉原さん、別線明日コメントどうだした、もう3番で、もう3番で、チームの3番で、じゃあもう今 LINE いるときは持っていて、そうですね、はい、見なければ自分でやるって感じ、そうですね、はい、だいぶ後ろの競争というのはもう、いや難しいです、ほんまに、ね、もっと楽なんかと思ってたんですけど全然難しいですね、やっぱり人の後ろをついてそこからってなったら、うん、すごい難しいことばっかり勉強なんで、あんまないですね誰かに教わってるんですか、ね、いやもう自分でやったりとか、まあ、いろいろアドバイスをもらいながら、うん、一戦一戦ちょっと自分ができることをしっかりとやります、完全に追い込みっていうわけじゃまだないです、そうですね、うん、ってなったらやっぱり釣りに行かなあかんと思うんですけど、それよりもまだ動いた方がいいんかなっていう中途半端な部分もあるんで難しいんですよね、ちょうどずっとだから本当に今年入ってから中途半端なレースが多いんで、前とかやったら多分このメンバーでも短期は言ってたんでしょうけど、もう変わっていかんと自分が、はい、番組も変わっていかないし点数も変わっていかないと思うんで、はい、しっかりと3番で勉強します、はい。